こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。本日は正面からお話させていただきますね。本日は外出の時に私が行っている暑さ対策、具体的な例を挙げてお話をしていきます。欠かさず持っていっているもの、それから気にしていること、2つに分けてお話をしていきたいと思います。皆様にとって必ず1つはお役に立てる内容があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。では早速持ち物編からお話をしていきます。まず1つ目、お持ちの方、ご愛用なっている方も多いと思いますけれども、やっぱり日傘です。直射日光が当たるのか当たらないのかによって体感の暑さってかなり違ってきますよね。なので通常お使いでない方も着物の時にはよかったら日傘お持ちいただければと思います。これは折りたたみではないものですけれども、私は折りたたみのものとこの長いものと、予定によってどちらを持っていくのかというのを決めています。続きまして2つ目、扇子です。着物は風がね、抜けてくれれば涼しさを感じることができる衣服なんですよね。なのでこう顔だけじゃなくて、少しこう例えば袖口からこう風を入れてあげるとか、体に少しでも風が通る場所、例えばこの辺りに少し風を当ててあげたりとかするだけで風が体を通っていってくれますよね。なので扇子っていうのは顔とかだけじゃなくて、ぜひこう風が通る場所で仰いでいただければと思います。仰ぐ場所によって涼しさって多分変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しになってみてくださいね。続きまして3つ目、保冷剤です。もちろん1日ねお出かけするときにずっと頑張ってくれるというわけではなくて、やっぱり持続する時間というのもあるんですけれども、私は必ず保冷剤を1個か2個持ち歩くようにしています。そしてやっぱりダイレクトだとね、肌に痛かったりとかしますので、何かこういうふうにくるんで、私はできるだけ血管が太いところに当てたいなというふうに思うので、この首のあたりの血管のところに当てるようにしています。もちろんこういうふうにしてもね、涼しかったりするんですけれども、やっぱりこの首から血液が流れていっているところもあると思うので、できるだけ太いところ、当てられる場所で太いところと思ってこういうところに当てています。お人によっては着物を着ている間、この脇の下に挟んだりとかってね、いう方もいらっしゃるんですけれども、暑さ対策をする上では保冷剤本当に欠かせないというふうに思います。私は今ちょっとこう厚手のタオルの生地を使ってますけれども、もう少し薄いものだと冷たさっていうのがダイレクトに伝わってくるので、ご自身の暑さの具合とかその日の気温によってこの当てる布の薄さというのはね、変えていただければいいんじゃないでしょうか。ハンカチとか手ぬぐいの方がダイレクトに冷たさがすごく伝わってきます。続きまして、まあ行動編というか気をつけていることをお話ししていきましょう。外出するときってバッグ持ちますよね。バッグって皆さんどういうふうに持ってらっしゃいますか？こういうふうに手で持つこともあれば、こうやって手にかけることもありませんか？着物に限らずですが、この手にかけるこれって結構熱くないですか？しかも浴衣とか着て、特にこうやって着物に持ち手がかかってこういう風に持ってたりとかすると、まずここに汗が溜まって風も通りにくくなります。なので暑さっていうのをより感じやすくなるんですね。なので着物の時、暑いなと思う時はできるだけ、まあ一瞬ね、荷物何か出したりとか何かする時に手にかけるのはいいと思うんですけれども、歩かれている時にはできるだけこういうふうに手に持っていただく方が暑さというのを感じにくくなるんじゃないかなと思って、私はそのようにしています。それからできるだけこう手に触る感じとか、こう質感みたいなものを大事にしてるんですけれども、さらっとした質感のものを極力こういう暑い時期は持つようにしています。例えばハンカチとかもこうつるっとしたものよりかは少しザラッとした感覚のものを使うですとか、それから傘のこういう絵とかもプラスチックのものとかだと、こう肌に触れた時にペタッとした感じがしますけれども、こういう竹の素材とかだったら肌に触れたとしても凹凸感があるので、そんなにペタッというふうにしないですよね。そういうできるだけ凹凸がある素材とか、こう少しこう質感としてサラッとしたようなものというのを極力手に触れる、身につけるようにしています。着物の場合、一番ダイレクトに体に触れるっていうのは下着ですよね。なので私は下着をできるだけこう凹凸感があるようなものというのをつけるようにしています。
手ぬぐいも少しこう麻が入っているようなものとかを使うようにしています。細かいことですけれども、バッグをこうやって手にかける時間を少なくする、こうできるだけこうやって着物の上に乗せて風がストップしないようにするとか、手に触れるものができるだけサラッとした質感のものにする、本当にちょっとしたことで着物を着る時間が本当に快適になっていくなというふうに思うので、ぜひ今まで気にしたことがない方はそのあたりまで気にしてみてくださいね。着物という衣服は風をねすごく抜けやすいとか風が通りやすい衣服です。でこれだけ湿度が高い日本で先人の知恵でこういう着物の形が出来上がっているということは、風が抜けてくれれば体はやっぱり涼しく感じますよね。なのでこう行動とか持っているものとかっていうので風が通ってくれる出入り口を塞がないということ、それから風を当てたりとかするときもその口から当ててあげたりとかすると涼しいということも同じことですよね。そういったことを意識して過ごしていただくだけで全然違ってくるんじゃないかなというふうに思います。持っていかれるものっていうのは、今日私がご説明したようなもの、ご用意されている方もね多いんじゃないかなと思いますけれども、後半の方をちょっとしたことですけれども気にしていただくだけで全然違ってくると思いますので、ぜひお役立ていただければ嬉しいです。本日のお話が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。